ワーホリに関わる皆様、こんばんは。絶賛キャンプ進んでますね。僕自身ちょっとツイッターでいろんな動画が回ってきて、何見ていいかちょっとわかんないので、良さげな動画があったり、面白い選手の映像とかあったら教えていただけたらなと思います。今回は新加入が決まった飯島陸選手についてちょっと簡単に調べたので、聞いていっていただければなと思います。ちょっとざっくり調べたんで、間違ってるところとかあるかもしれませんが、お付き合いいただければなと思います。はい、まずプロフィールですね。1999年11月17日生まれの22歳です。身長が166センチの64キロ、ポジションはフォワードで、利き足は右です。埼玉県出身ですね。高校サッカーとかでよく見られた方も多いと思うんですが、見た方もいると思うんですけど、高校サッカーで、前橋育英として、決勝まで進出して、惜しくも負けてはしまったんですが、得点王としてかつ優秀選手として表彰されるような選手でした。プレースタイルとしては、常に周りに要求して結果にこだわるような一面があります。エゴイストのような一面というか、イブラヒモビッチとか、ゴリゴリの大久保嘉人のような荒々しさもありつつ、しかも自分が求めた結果に対しては責任持つというか、シュート打ったら打ちっぱなしじゃなくて、しっかりセカンドボールにもチャンスがあれば迎えますし、周りにももっとパス出してくれる、こういうパスが欲しいんだっていう要求もしっかりするような選手として、フォワードとしてはすごい優れていると思います。はい、高校サッカーで活躍した後に、プロに行くか大学に行くかみたいなところだったんですけど、ちょっとまあ小柄な体で166センチ64キロってちょっとまあサッカー選手としては小さい部類に入るのかなと思います。そうした中で、いち早く獲得に動いたのが、法政大学のスカウトの方でした。法政大学のスカウトの方曰く、アグエロのような選手になれるっていう風に絶賛して、そのまま法政大学加入が決まります。すごいことですね。はい。で、当時のその法政大学は、今、長谷川元輝選手であったり、関口選手だったり、まあ、甲府にもいますけど、ただその一個上に上田綺世選手がいますね。まあ、言わずと知れた日本代表で、182センチの大柄の選手の中、自分がなかなかチャンスをもらえず、もがく日々が雑誌には書いてありました。ちょっと面白かったのが、高校サッカー選手権で得点王になった選手が、まあ大学サッカーの駐車場の整備の係をさせられているという、そういう現実も待っていたみたいで、なかなか高校サッカーで結果を出した選手がそういう係にされるっていうのはイメージわからないんですけど、まあ現実としてそういうこともあるんだなっていうところが、すごい考え深かったです。なんか僕がもしそういう立場だったら、ちょっと心折れちゃいそうになるかもしれないんですけど、彼はまあめげずにやり続けた結果、また3年生ぐらいからレギュラーに定着して、徐々に頭角実力を発揮していってます。素晴らしいですね。事実は伝送カップの関東大学選抜の選手に選ばれてますし、法政大学でもバチバチに活躍して、頑張ってくれてたみたいです。はい。で、そうですね、10番も背負ってエースとして活躍した素晴らしい選手ですね。1個目に長谷川元輝選手が10番だったのを受け継いだのかな。それもあってか、そこのコンビはキャンプの動画なんか見させていただくと、元木くんから来るパスは自分が求めてるタイミング、求めてるスピードでボールもらえるんで、すごい ありがたいですなんていう話もあったので、まあこれファンとしては、ちょっとそこを来シーズン見れればなと思う反面、吉田達磨監督がちょっと若い世代を使うのが、柏レイソルのユースの時から優れていたので、開幕スタメンとかで使ってくれないかなとかちょっと思っています。
はい。そうですね、そこの法政コンビもね、ちょっと、気になります。裏の抜け出しなんかも光るものがありますし、素晴らしい選手なので。はい。はい、今回はちょっと簡単にまとめさせていただきました。他の選手も一応調べる予定ではいるので、見てもらえたらなと思います。どうもありがとうございました。よろしければコメントとチャンネル登録していただけたら嬉しいです。はい。よろしくお願いします。それでは。